太鼓橋の奥に堂々とそびえ立つのは、見事な彫刻を施した楼門。地元では祇園さんと親しまれる須佐之男神社です。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると、心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥーバイ福岡県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダベゼルツーリング。須佐之男神社は、社名の通り須佐之男命を主祭神としてお祭りしている神社です。かつてこの地域で勢力を誇っていた豪族草野家が1197年に創建したと伝わっています。現在の社殿や楼門は明治19年に改築したもの。ヒノキを用いた数えきれないほどの見事な彫刻が施されているのが特徴です。2年に一度行われる御神幸行事は、久留米市の無形文化財に指定されています。須佐之男神社へのクルーズはホンダベゼルツーリング。先進の安全運転支援システム、ホンダセンシングを搭載。さまざまな視点でドライブをサポートします。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。